野口一世は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、筑前国服を過藩士、黒田二十四期の一人、通称は、左助、東九郎。永禄二年、晴馬国家古軍野口で、京神寺の僧、清金の子として生まれる。清金は、黒田義隆と親しく、囲碁仲間でもあった。天正三年、 原服して、黒田氏の家臣となる。小田氏の参加の黒田氏家臣として、天正5年の高倉山白攻めでは、関気章伝継ぎを打ち取った。天正8年の三木合戦、天正15年の宝部白攻めなどでも、先行を挙げる。黒田家の九州部全国違法後の天正16年、九領主白石毛布暗殺の際にはその家臣を7人、切り伏せており、 その功績から黒田長政から担当を賜り、630国を改良した。小田原征伐、文読、慶長の役、木曽川、豪都戦の戦い、関ヶ原の戦いにも参戦した。関ヶ原では、体の左側ばかりに傷を負いながら奮闘したため、通称を左助と改めることとなった。慶長6年、黒田氏が畜全国に入国した後、 鉄砲組大途に任命されて2500国を配慮。また、増田正智香と共に、福岡城の石垣武神武行も務めた。慶長11年の江戸城天下武神の際には、小織智信と共に天守大の石垣を担当した。現那9年、長政が没し、黒田忠之が後を継ぐと、3000国に加動されている。寛永7年、福岡城南二の丸城番となる。 寛永十四年の島原の乱では、忠だの呼び出しを受け、側に控えた。この先人の際、次男の万衛門が討ち死にしている。この後、家督を孫の吉派に譲り、隠居して、占い案とこうした。寛永二十年四月八日死去、去年八十五。ある剣閣との試合の際、一世は、相手の木刀を左腕で受け止め、右手の木刀で突き倒したところ、 腕で受ける剣術というものはないと冷笑されたため、具足筆からコテを取り出してみせたが、そのコテには多くの立ちンが残っていたとされる。この逸話は上述の、体の左側ばかりに傷を負いながら、奮闘と話が合うため、一世の戦闘スタイルをうかがい知ることができる。ありがとうございます。